3メートルぐらいの鹿島様です。鹿島様、鹿島大神、鹿島様の由来、道祖神ですね。人形道祖神であることが研究調査の結果分かっています。400年前、へえ。神頼みしたら村の入り口に藁人形を作りなさいと言われ祀った結果治った。なるほどね。鹿島様、わすごい。鹿島様の隣に藪肝臓群。今回は撮りませんが肝臓です。しどけポイントだったので来たのですが、うわー、これじゃあね、とりあえず降りてみますか。行こう。いやー、これはまずいぞ。ほら、バッケばっかり。この時点でもう、ないんですね。この時点でもう、よし、戻ろうかな。戻ろう。よし、山下ります。ゼンマイが出始めています。結構立派なハリギリの木です。もっと大きくなるんでしょうね。黄色いバッケじゃないでしょうか。黄色いバッケですね。このやつも撮ってみます。よいしょ。これは黄色くないな。黄色っぽいバッケが美味しいという話を聞いているので少し色の薄いタイプのやつを撮っていきたいと思います。まだあればいいんですが。このバッケも少し黄色っぽい感じがします。これも取っていこうかな。ハリギリの抵抗に遭い負傷してしまいました。
痛い。痛い。アザミですね。これはアザミです。素手はダメです。これも少しいただいていきたいと思います。ここもあります。あれもかな。このアザミの方もいただいていきたいと思います。参道にヨモギがあったので取っていきます。ヨモギの特徴は葉の裏の方が白っぽくなっているのが特徴です。入りやすい場所なので先に誰かが入っていたみたいです。上は行ってんのかな。上行ってないですね。上の方行ってみましょう。上あるな。上行きます。あ、いや、ゼンマイですね。オスです。これがメス。でもこれ取っちゃうとダメなので、こっちの1本だけ取っていきましょうか。こういう感じで目の前に現れると嬉しいですね。ゼンマイは。上がオス、下がメス。メスの方を取っていきます。2本ぐらい残しますか。こんな感じで、こんな感じで取っていきます。こっちも上がオス、これがオスです。あと下がメスですね。よいしょ。メスを1本だけ残して、よいしょ、こんな感じで取っていきます。奥にもありますね。よし、この辺取っていきます。赤いゼンマイですね。赤いタイプのゼンマイ、赤ゼンマイ。これ赤ゼンマイですね。これもいただいていきます。少し出てきましたね。ありました。ヨブスマソウ、ホンナですね。やっと見つけました。よいしょ。ヨブスマソウです。よいしょ。すごい水分があります。ヨブスマソウです。いただいていきます。葉っぱはこんな感じです。音がいいですよね。パキッパキッパキッっていう。今回はどうも、しどけを見つけることが
できないような感じですね。残念ですが諦めましょう。しどけは諦めます。しょうがない。違うポイントに来ました。少しゼンマイがあるので取っていきたいと思います。こんな感じのところです。先週入った山のゼンマイが結構大きくなっていたので取ってきました。今が最盛期ではないでしょうか。張り切りもあります。張り切りもいただいていきます。よし。お、腰油もある。腰油は少し開いてきてますね。もう夕方になってきたので帰ります。本日の収穫になります。アザミ、ヨモギ、フキノトウ、ワラビ、ミズ、ハリギリとコシアブラ、ヨブスマソウ、そしてゼンマイです。今回はこんな感じになりました。あ、広げんの？うん、でこう丸くこうやってさ、ここにいるのか。ああ、広げるんだ。うん、そうだね、早く変わるよって。ああ、なるほど。で、うん、新聞も混ざって、新聞も混ざるんじゃね、それなあ、これね、すごくなってくるじゃん、新聞の上でいって。うん、はいはいはい、いいんじゃねえか、これで大丈夫です。